オレグ・ニコライビチ・コジェミャコは、ロシアの起業家、政治家、現在、沿海地方知事、サハリン州知事、アムール州知事を歴任、沿海地方チェルニゴフカソン出身。1982年に、ハバルフスク高等技術専門学校を卒業し、1992年に、極東商業大学を卒業する。海運ステーションに勤務を経て、兵役に就く。 1987年農業共同組合ガラテアガリシアを設立。ガラテアは夏季販売組合に成長した。1989年コーポラティブブリモルスキーを設立。1995年税社副会長に選出された。2001年12月9日、宴会地方議会議員に選ばれる。2002年にはロシア連邦議会上院連邦会議大議員に 選出された。宴会地方知事に、セルゲイ・ダリキンが選出されると、これに反対していたが、前知事のエフゲニーナ・ナズドラチェンコへの支持は留保した。2004年9月29日、上院議員に再選され、セルゲイ・ミローノフ上院議長の顧問となる。2004年12月5日、カムチャツカ地方知事選挙で14.14% 14で3位。2005年1月18日、 コリアーク自治官区副知事に就任する。3月9日、ウラジーミル・ロギノフ知事が辞任すると、4月14日、知事代行を経て、知事に就任する。2007年7月21日、国家評議会諮問委員会評議員、ロシア大統領府副長官。2008年10月20日より、アムール州知事。2015年3月25日より、サハリン州知事。 だが、2018年9月16日に行われた、宴会地方知事選挙で不正が行われたとして、選挙結果が無効になり、知事職が空席になってしまったことを受け、小ジェミアコが知事代行に横滑りの形で就任し、サハリン州知事は退任した。2018年12月16日執行の知事選挙で61.88%の票を獲得し、当選。 同年12月20日に就任。ありがとうございます。